クリス、そちらは今も雨が降っていますか？こっちは相変わらずのいい天気です。少しだけでもそっちに分けてあげたいくらいに。そんな些細な天気のことでさえ、クリスと遠く離れていることを思い出さずにはいられないなんて、辛いことだよね。もう3年近くこんな生活が続いたんだって、最近ふと思い起こしてみました。この月が終わって、年が明けて、あと2ヶ月もしたら、やっと戻ってこられるんだよね。そのことに気づいてから、少しだけ、時間が経つのが遅くなった気がします。別れてすぐも辛かったけど、こういう時間も、ちょっと辛いかな。そして、その日が来るのが、少し怖いくらい。そんなの、おかしいかな。今年の終わりも、いつもみたいに一緒に過ごせたらと思うけど、発表のこともあるから、まだどうなるかわからないよね。それに、私の方も、まだちょっとわからないんだ。ナターレ前の手紙くらいで細かいことを報告するから、クリスもお願いします。そうそう。卒業するために発表しないといけない演奏の、パートナーがまだ決まってないって、トルタからの手紙に書いてあったよ。私にはよくわからないけど、すごく心配してるみたいだったから、早めに決めた方がいいんじゃないかな。もう1年は、さすがに待てないよ。なんだか、取り留めがなくなっちゃったね。続きは、次の手紙で。アリエッタ。何が6時かよ。さっさと返事出して。アンサンブルしようよ。全然分かってないじゃない。
やっと終わり？まあ、仕方ないか。恋人への手紙ならさ。じゃあ、はい。曲はいつものでいいね。それぞれの悲しみか
気持ちよかった。さて、じゃあそろそろ寝よっかな。手紙、忘れないようにカバンに入れておくのよ。よろしい。じゃあ、おやすみ。おはよう。いつもだけど、子供みたいな寝顔ね。そう、クリスの寝顔しか見たことないから。はい、いつものお願い。ちょっと、もう少しして起きなかったら、なんかいたずらでもしてあげようと思ったんだけど、残念。あ、そうそう、手紙、忘れないようにね。
手紙を出したいんだが。ああ、すまないね。おはよう。構わない、続けろ。そうか、ならいい。まだ時間は少し早いな。少し話がある。見当はついているな。ああ、当てがないわけじゃないだろう。合わせる時間も必要だから、もうそんなに時間はない。2ヶ月しかないんだ。数ヶ月とは普通言わない。そういうことに疎いのは知ってたが、それほどとはな。これも仕事だからな。それで、探してはいるのか。嘘だな。君のことは多少なりとも分かってるつもりだ。なん、図星か。まあ、君の音に合わせられるものもあまりいないか。妥協もよくない。
クリス、聞いていなかったな。素直でよろしい。ただ授業中に私の話を聞かないのは減点だ。まあいい、それは後にしてレッスンを始めるとしよう。曲はいつものでいいのか。まあいい、とりあえず初めから通しで。それでは始め。ダメだな。それくらいは自分でも分かっているな。ならいい。練習で失敗することは悪くない。まあクリスの場合は目的意識が足りないからだな。パートナーも決まっていない状態で曲だけ練習しようとしているのが間違いだ。別に嫌がらせで言ってるわけじゃない。そもそもこんなことを言っている時期でもないんだからな。ならその言葉を信じよう。当てはあるんだろ。
知り合いのトルティニタか。あの子も今年卒業だろう。ちょうどいいんじゃないのか。そうか、まあいい。いざとなったら私の方で何とかする。声楽科の生徒に頼む。今年のレッスンが終わるまでにまだ決まってなかったらこちらで勝手に決めさせてもらう。君に決定権はない。満足に曲も弾けない状態でパートナー探しも辛いだろう。そうか、ならクリスを信用しよう。自分で早く決めることだな。さて、とにかく練習だな。今ここでたくさん失敗しておくといい。最初からもう一度。おはよう。あれ？これ。これって発表の時の曲？最後まである？あのね、すぐに一応っていう癖は。
てもいい？結構いい曲ね。一応やることはやってたんだね。でもパートナーまだ決まってないんでしょ？いくらいい曲があっても。そう？それは先生が正しいわね。今週でちょうど12月に入るからね。あと2ヶ月しかないんだよ。言わないよ。いや、私もお弁当食べちゃおう。それで当てはあるの？ないんだ。そのくらいわかるよ。もちろん私以外にってことだよ。あれ？本当にそんな人いるの？ちなみに誰？私の知ってる人？信じてそれで浮気でもしようとしてるなんて思ってなかったよ。もちろん冗談だって。なんでもない。クリスのそういうところっていいと思うよ。ちょっとだけいい加減。でもないよ。でもね、そういうちょっといい加減なところは直した方がいいと思うよ。分かんなくていいよ。それで何の話だっけ？噂って何？よくある話だよ。確か卒業発表で一緒に演奏した男女は永遠に結ばれるだったかな。そうね。うん。だって音楽性の合う人って基本的に人間的にも合う人だからね。それに練習のために長い時間一緒にいれば、それだけお互いに好意を持つのも普通のことだし。そうそう。クリスはやっぱり興味ないんだ。そのくせ自信ありげに語っちゃうんだ。恋する男女の心理も同調したクリスも同じ。似合わないよ。姉さんは別。幼馴染の女の子とそのまま付き合っちゃっただけでしょ。自分の知ってることが全てだと思ってる人に言われたくないよね。
た物思いにふけってる。うん、いいよ。とにかく早くパートナーを決めること、いい？本当に？私？そこまで。その続きは言わない方が自分のためだよ。声楽家はソロでも別に構わないの。実力のあるフォルテール家の人と組んだ方が評価は良くなるから、それを前提に動いてる人も少なくはないけどね。その方が楽だもん。それに他の誰かさんが本当にあぶれた時に一人くらい候補がいた方がいいでしょ。でもだからといって探さないのはダメだからね。思わない。だってフォルテールを弾ける才能があるだけで学院の生徒の中でも特別扱いじゃない。そのたまたまがこの場合重要なのよ。クリスの場合謙遜じゃなくて本当にそう思ってるのがすごいと思うよ。やっぱりいないかもね。方に取れば。じゃあそうしとこっか。否定的に取るところがクリスらしいと言えばらしいね。人の声がフォルテールと一番合うからに決まってるでしょ。気がするって授業で習ったじゃない。1年生の時にね、フォルテールの歴史の講義でね。ないわよ。じゃあ聞くけど、あなたの学科は何ですか？これだから才能だけでよう渡っていける人はいいわよね。違う。筆記はいつも最悪なのに、実技だけで評価されてるクリス君だけに言ったのよ。はいはい。いい？今度はちゃんと聞くのよ。フォルテールの音は、良くも悪くも個人の資質に左右されるの。個性って言っても構わない。人それぞれに違う声が与えられているように、フォルテールも人によってその音色を変えるの。そして、奏者のその時の心情や感情に左右されやすい特質を持ってる。楽器の中でも特に音に感情を込めることができるから、詩を伴うことによって同じくらいの感情を表現できる。歌との相性がいいの。分かった？そう、よかった。そりゃバカにもするわよ。ちょっと考えればわかるはずなのに。フォルテール科の生徒の絶対数が少ないからに決まってるでしょ。声楽科はその倍もいるんだよ。お分かりになりましたか？きちんと納得できたところで、分かってるよね。よろしい。もしよかったら一緒に探してあげようか。知り合いなら私からも頼んであげられるし。
ろ回ってみよっか。クリスにないのはよくわかってるわよ。とにかくついてきて。まずはと、不愛想なんだから。そんなんだから友達ほとんどいないの？次行くけど、今度は愛想よくしてるのよ。どうしたの？心よく話してくれたじゃない。クリスがそんな仏頂面してなければ、ひょっとしたら受けてくれたかもしれなかったよ。Thank you.
もう少し探してみよう。候補がいなくちゃ話にならないし、ダメでもともとだと思ってさ。はい、じゃあ笑顔作って。やる気ないな。一応はね。はぁ、ダメだったか。また他人事みたいに。そろそろいいかな。大丈夫だよ。あっつ、好きなんだからいいでしょ。甘くて最高じゃない。好きなんだからいいでしょ。そんなに言ってないもん。これでいいよ。ごちそうさま。好きだもん。それに結局見つからなかったしね。あー、ひどい。私の案がダメだって言うの？認めちゃうんだ。変に具体的だね。半分とかじゃないの？それで二つだね。あと一つは？ああ、うん。一年の頃一緒の講義を受けてたとか、どこかで見たことある顔だなとか思って。そんなわけないでしょ。クリスト、自分で言わないの。それでもダメ。あのね、女の子とクリスを組ませるわけにはいかないでしょ。うわさ、そりゃ信じてないけどさ、焼き餅が10分の1くらい。それも幼馴染としてのだからね。信じてなくても嫌なことってあるでしょ。そっかな。クリスって神様は信じる？
いいから。でもさ、教会の壁にいたずら書きとか悪いことをしようと思う人ってほとんどいないと思わない？信じてなくてもできれば噂とは無縁な位置にいてほしいってね。そういうこと。でもね、私だって全然信じていないわけじゃないんだよ。本当の意味ではってさっき言ってたもんね。何それ、何かの本の受け売り？世界で起こってる嫌なこと全部なくなるかもしれないのにって思っただけ。クリスはそう思わない？分かってる。ならいいなって思っただけ。らしい？そうね。らしくないね。そろそろ帰ろう。あ、おかえり。遅かったけど、何かあったの？またね。飽きないわね。それで、どうしてこんなに遅かったの？へえ、それで見つかった？探し方？何それ、押し入るって。ということは、トルタの案だね。それはね。でもさ、トルタらしいね。でもさ、クリスを思ってのことなんだから感謝しなくちゃね。それで、他にはどんなことがあったの？これで知り合いほとんどに言われたってことになるね。ちょっと、それって言い訳のつもり？もう、情けない。友達少ないって自分で言ってるようなもんじゃない。自覚なしか。情けないっていう自覚のことよ。はあ、それが問題かもね。Thank you.
あんまり実りのない一日だったね。今日は何？